さあ前を向いた土井翔馬かわしてきた、土井翔馬先制、鹿島アントラーズ今シーズンリーグ3得点目になります。土井翔馬見事なターンからのフィニッシュワークでした。見事なシュートでしたけどね、まあ、広島の守備が、ね、ちょっと一瞬の隙を与えてしまったっていうところはありますよね。まあ、それやっぱり見逃さなかった、まあ、土井選手のシュート素晴らしかったですよね。まずこのターンが素晴らしかったですね。ここですよね、はい、ダブルタッチでかわした後左足を振りました土井翔馬。ここで一瞬ちょっと集中が欠けたかなっていうところありましたよね、はい、まあ見事ですよね。受けに回る時間帯でもこういう一発を繰り出せるのが鹿島アントラーズらしさ、まあ、したたかさですよね。